試合と気になる。
マジでちょっとこれはほんまにあの YouTuber のしんどいとかと思うんだけど、うん、あの最近上がった動画さんでんちゃん見てます。ヤンマク寿司研究中です。もうそれが本当に1セット目ドッとハマって、せやな。で3セット目からやり方全然変えられて、あ大丈夫大丈夫とか思いながらルールセットにちょっと元の1、2セット目の試合の仕方を持ってきて、なんとかともとんぐらいなんで、ちょっとネットも多かったんで今回は運が良かったです。大丈夫大丈夫いやでも入ってるのは入ってんねんけど、なんかあ、多分変えたてやからみたいな、うん、多分その後半でだから信頼度ではないよね。うん、だからバックハンドがブレーンになってて、そうそうブロックと、あとそんな上手くもないブロックしてる感じ、うん、あとフォアが変わってるのに一番多分本人が調整できてない、あれ言ってたボールが変わってる、そうそうそうフォアハンド、お前でカウンターミスとかはボタンボタンにいいとこや、まあまあ、狙いに行って、そうそうそう、あちょっとブレたみたいな、そうそうそう、それとかなんかいつもいいとこのミスかなと思ったけど、そうじゃないところがなんかほんまにメンタルに来た勝負になってたから、うん、なんかあの気の持ちを、うん、ほんまになんか強気でバンクを攻めれてないから、要所要所しか打った時に帰ってこなかったのが一番でかい、やる気をなくさせる山をということで、今回は僕の勝ちです。ありがとうございます。ありがとうございました。またリベンジしよう。